さあ皆さん、2.5 次元スタッフフェスティバルやってきました。仕込み開始しております。これ明日から本番なんです。じゃチケットをまだここから今でも買えるっていうのをちょっとお知らせしますね。演出女子会、音響会、映像会、振付会、これも本当に若干前なんですけども残っております。今すぐお買い求めいただけるんでぜひと思うんですけど、じゃあこれどんなことをどんな人向けにやるのかっていうのをちょっと説明しますね。そうするとまず演出女子、これは多分皆さん全く会ったことも接したこともない、これメイキング の DVD 見ても全く載ってない人たちなんですよ。こんなことをやってるんだぜ、であなた方の本番上演されるっていうところまでをこの仕切ってる人たちの現場での仕切り方っていうのを今回、解説させていただきます。この人たちがいないとお芝居ってこう成立しないっていうような、セクションの解説を明日19時からやります。これ本当にフラッと来ていただければ、すぐ入れるような今状態でございますので、ぜひぜひ来てください。で続きまして音響、これね、これが、ね、5月の、2日の14時からやるんですけど、皆さん多分音響っていうと、まあ、音楽流すだけなのかななんて思ったりすると思うんですけども、そんなことだけじゃないよっていう、音とはっていう解説をしてもらうんで、今専門学校に通って音響を学んでる人とか、ちょっとその音楽に興味あるようなような人も多分聞いて、いやーすごいねっていう風になるような回になると思います。 SE と言われる音のキンキンとかね、縦で使うような音の解説をしてもらおうと思ってますので、お芝居を見る目線が変わってくると思います。はい、はい、じゃ次映像のセクションなんですけども、これ5月2日の、19時から行われます。19時ですね、まあ、これもまたチケットをお買い求めできます。内容なんですけれども、舞台映像について一切NG なしで質問を受け付けるというコーナーがありまして、それを主にやっていくんですけれども、まあね、最近舞台映像よく舞台で見られるかなと思うんですけれども、まあ、どうやってこう作っていくのかとかですね、どんな期間でやってるのか、どんな機材を使ってやってるのかみたいなのを詳しく解説していただけるかなと思いますので、どんな人にですねご覧になっていただきたいかと言いますと、まあ、映像を制作を志している人ですとか、まあ、普段舞台で映像、あれこんな映像出てんだ、あれこんなのってどうやって作ってんだろうなというふうに興味がある人、そんな方にちょっとご覧になっていただきたいかなと思います。僕もできる限り質問を答えていきたいと思いますので、ぜひご来場ください。お願いします。はい、で続きて、これ若干のチケットもう少しで売り切れてしまうんですけど、振り付け会、5月5日の13時から行われます。これは作品、過去やった作品、ちょっと許諾の方が何作品取れまして、過去やった作品を実際見ながら、これはこんな感じで振り付け作ったんだよっていう話をしてもらいます。だからその振り付けに至るまでの過程とか、そういったことを詳しく解説してくれるっていう、あ、こんな意味があったのこの振り付けみたいなのが詳しく知る、どんな人でもちょっと振り付けのは楽しめるかなと思います。ですので、振り付け会もぜひですねご来場ください。よろしくお願いします。というようなですねラインナップで、明日の19時から演出女子の会から、スタッフフェス始まりますんで、皆さんフラッと遊びに来てください。よろしくお願いします。